どうもバーンです。こんにちは。今日は駅前で大岡俊孝衆議院議員にお会いすることができました。はい、5日前まで衆議院、そうですよね、解散と同時に私たちクビになっちゃうんで、今は、無職透明。あ、そうだったんですね。今ちょっと勘違いするんですけど、現職だと思ってます。今現状、どのような政治活動されてきてきたのか、それから、今後どのような政治を考えておられるのか、お聞かせいただけますでしょうか。はい、まあ、政治活動はですね、今日は今大津京という駅に立たせてもらってるんですけれども、まあ、朝夕駅に立って、まあ、昼間は企業や団体の訪問をしたり、あるいは街宣車でスーパーの前とかで演説したり、まあ、そんな活動を日々やっております。一人でも多くの人に政策を伝えるっていうのが、まあ、選挙運動なので、それを、まあ、毎日ヘトヘトになりながらやってるっていうのが今の実態でございます。でとりわけですね、私たち自民党はもともと経済政策産業政策得意な政党ですので、この経済をちゃんと安定させるとか、社会保障の仕組みをちゃんと整えるとか、あと日本の国の守りですよね、防衛をちゃんとやりますとか、まあ、そういったことを中心にお話をしています。ありがとうございます。そうしました。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。こんなんでできるんですよ。すごい。